ンポン。あはん、ヤンピース太りそうな動きやめろ。何お前。いや、そろそろこのチャンネルも新しい魅力を出していかないといけないじゃないですか。はあ、そこで私の妖艶な魅力をアピールすることでセクシーな魅力を出していこうかと。それで不思議な踊りに行き着いたの。こういった大きな問題は楽しくクールでセクシーに取り組むべきですよ。やめたくお前。ではこれから私の妖艶な魅力であかりちゃんを落としてみせましょう。面倒の間違いだろ。色仕掛け方法その1、ガラタのラインを落として誘惑する。この美しいセクシーほぼ直線でくさ。バッタだ。このバッタね、私が見つけた新種でね、好物なんだと思う。なボイスロイドの脳みそ。キャー、取って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 。うるせえな。色仕掛け方法その2、女性らしい香りで誘惑する。香りはいろんな欲を刺激します。まあせやな。この香りという武器を使えば相手を落とすことなく浅めしまえ。なるほど、行くぜ。かば焼きコロン、食欲を刺激するの。ほらこうやってシュッシュ。うわくさ、かば焼きくさ。どんな、お前な、そんなんで誰が落ちるねん。かば焼きの香りがするって言われてお。くへん、あかりちゃんの体は正直です。色仕掛け方法その3、お相手と目があったら眩しい笑顔を見せる。ちゃ、任せる。うわ、眩しい。眩しいってそういう意味じゃねえんだよ。てか顔だけノーマルなのなんなんだよ。よく、いくせバッタ。仲良くなってんじゃねえよ。私たち、ずっともだよ。うわ、喋った。君の笑顔に、fall in love。ネイティブやめろ。はい、じゃあ先生とあかねちゃん目を合わせて。あん、あん、おう、おう、あん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 、おう、こんにちは。かばやきさ、ごめん。